大倉高等商業学校は、1919年に、設立された私立の旧制専門学校。通称は、大倉高賞。なお、この項目では、前身の大倉商業学校を呼び解消後の、大倉経済専門学校についても記述する。大倉喜八郎渋沢栄一渡辺高貴石黒、ただのり1898年1月4日、大倉喜八郎は、 石黒忠則を赤坂の自邸に招き、自らの還暦と銀行祝いの事業として商業学校を設立したいので協力してほしいと、図った。1月20日には、創立委員として石黒忠則、渋沢栄一、渡辺孝樹なども加わり、3月には財団法人設立を決定。そして、5月24日に還暦銀行園有祝賀会で、 石黒忠則によって、大倉市商業学校創立の主位が発表された。大倉市商業学校創立の主位我が輩の友人、大倉喜八郎君、官還暦及び、結婚万25年の寿武,武士に際し、資金中より50万円を割き、商業学校を創設せんとする、虚あり。大倉君18歳にして、郷里をいで席手経営、商業に従事すること44年。 今や日本商業界に有数の位置を占め、管暦の言武器を迎え、夫人徳子と共に銀魂の場をしくせらる。大倉くんのごときは多福の人というべし。大倉くんもせらく、若年以来幾多の進行を舐め、危険を犯し、今日の幸福を得たる者は、実に正々将兵の御卓なりと。すなわち、その資産の一部をさっきて、 商業学校を創設せるは、生成の音卓に包ずるゆえんなるべし。大倉君もせらく、欧米文明諸国と、文字、言語、宗教、人種をことにする報告にして、彼と対等の条約を結び競争の商売を、営まんとするは、一人は何本があるのみ。されど、日本国民は、今日の地位をもって満足すべからず。日本国民の、いよいよますます奮礼すべきは、 実に今後にあり、今日は、わずかに競争上理になおッスルを許されたるのみ。ようやくにして、競争上理になお表し、最も激しく、花だ長き競争を試みんとするにあたりでは、堅実なる品性を有し、日清の知能を有し、そよ確かに、強気厚き人物を有せずんば、対等条約、内地雑居というがごときは、敵守って、国府。 国力をこうするの不幸を期んのみと。すなわち、商業学校の創設は、当世の業務に応ずるゆえんなるべし。後に曰く、唐見和屋を潤し、徳阿弥を潤すと。大倉君またこの語を命するものか。大倉君すでに、五十万円の支出を決し、学校設立のことを、我が輩三名に諸く託せられたり。我が輩元よりその器にあらずといえども、 すでに前例なきの美挙に関ず、兄にまちまちの老を惜しまんや、施行して設立の方法、学校の組織及びその他の要件は、さらに指揮者を受けし、委員を変し、適当の施設を定めんと発す。ここに、大倉君官理の受援及び、銀行の画界に際して、この美挙を世上に紹介すと、運んじ明治31年5月24日。 渋沢栄一渡辺高貴石黒忠則大倉商業学校は1900年7月6日に設立認可され9月1日に開校した最初の入学者は余科47名本科76名であった翌年には野学専修科も開設され1904年には最初の本科卒業式を行いまずは順調なスタートを切った1909年度における 大倉商業の授業料は月額で余荷1円50銭、本家2円、夜学専修荷1円で、同時期における他の東京市内の府立、市立の中学校及び商業学校と比較してもかなり割安となっていた。しかも年間の支出経費は常に群を抜いた最高額で、対比制制度も充実していた。それを可能にしたのは、 大倉木八郎の出資による50万円の基本金のおかげであった。大倉商業の入学式や卒業式には必ずと言っていいほど著名人が招待され演説も行われた。学校創設に関わった大倉木八郎や石黒忠則、渋沢栄一、穂住信重末松県庁の他にも、徳富祖宝、見延田月、尾崎幸雄、安田善次郎、 坂谷義雄などの演説記録が残っており、とりわけ1901年6月27日、現職総理大臣、桂太郎の来航は、空前絶後のこととされた。1923年9月1日の関東大震災で、開港時からの石造校舎は倒壊こそ免れたものの、地震後の火災によって、図書館庫書を除くすべての建物が、開人に返してしまった。 しかしその後の復興は早く、10月初めには大蔵土木によって仮設校舎の建設に着手し、11月末には交渉が、翌年4月には野学科が赤坂の地で授業を再開した。仮設校舎は10年程度の使用を想定していたが、仮設にしては立派すぎたためか、結局は1945年の空襲で消失するまで使われ続けることになる。 昭和10年代に校舎改築問題が浮上したとき、永久的な建築家、簡単なバラックであったならと、大倉交渉新聞は恨み節を述べている。お太平洋戦争の選挙区が日に日に悪化する中で、1944年4月、大倉高等商業学校は、大倉経済専門学校と解消した。この時期には、東京商科大学が、東京産業大学、 神戸商業大学が神戸経済大学と解消したように、商科、商業の名を冠する学校の多くが公明変更を強いられた。商業は戦時下では許されぬ、尻私欲を追求するものとして、軍部の怒りに触れたからであった。1945年5月25日の空襲で赤坂青井町の校舎の大半を消失。教職員と学生は8月15日の終戦を、 動員先の工場で迎えた。翌年1月、赤坂青井町の高地と引き換えに、大倉系の重機製造会社であった、中央工業所有の土地、建物の取得を決定し、北多摩郡国分寺町に移転した。1945年11月に、GHQ の財閥解体政策によって、大倉家の資産が凍結され、大倉強産は自力再建を強いられることになった。 国分人移転後の大倉教戦の首脳陣から大倉やゆかりの人物が次々と姿を消す中で大学昇格運動が始まる。その際に青い友会からボーキリスト教団の支援によってミッションスクール化しようとの提案があって教授会と激しく対立するという一幕もあった。新生東京経済大学が誕生したのは1949年4月。全学生が 夏季休暇中にアルバイトや募金活動を行い、一人につき3000円を大学昇格資金として寄付することを決議するなど、全額挙げての努力によって昇格を実現したのである。そして、旧制大倉経済専門学校は1951年3月に最後の卒業生を送り出して廃校となった。虎ノ門ツインビルディング創立時の所在地は、 大倉木八郎邸の隣接地の東京市赤坂区青井町であった。しかし空襲による校舎消失により1946年1月20日に現在の東京経済大学のキャンパスがある国分寺町へ移転した。なおこの国分寺の土地は大倉財閥系列企業であった中央工業所有の土地であり赤坂の高地との引き換えによって取得したものである。 赤坂青い町の急行地には現在、虎ノモンツインビルディングが建設されており、ビル敷地内の緑地には、はじめ学の石踏みがある。ありがとうございます。